はい、皆さんこんにちは、アミシー先生です。今日は待望のイラストレーター iPad 版の使い方を紹介していきたいと思います。皆さんお待ちかねのこのイラストレーター iPad 版だと思うんですけど、もう App Store の方からこのアプリダウンロードできるようになっているので、ぜひ皆さんダウンロードしてみてください。で、私今回このイラストレーター iPad 版の Adobe の公式チュートリアルを担当させてもらってるんですけど、今日これから紹介するチュートリアルはその公式チュートリアルで流している動画と同じものになります。今ねこの画面で表示させてるこういうデザインを作っていきたいと思います。でこの公式チュートリアルなんですけど、イラストレーター iPad 版立ち上げて、左のタブに学ぶっていうタブがあるんですね。でこれタップして一番下の方まで行くと、このイラストレーターの、初級者編みたいな動画があるので、これタップしてもらえると私のページに移ります。なのでここからいつでも公式チュートリアルを見ることができるので、また見返したいなと思う人はですね、このタブのところから行ってください。でこの公式チュートリアル以外にも今回イラストレーター iPad 版でいろいろ関わらせてもらってるんですけど、まずはこの公式チュートリアルですね。であと Adobe Max 2020、ちょうど今日から始まってるんですけど、この Adobe Max のイラストレーター iPad 版のセッションを持っています。ゲストスピーカーとしてこの30分のセッションをやらせてもらってるので、ライブ配信で見れなかった人はアーカイブ動画も残ってるので、ぜひそこからね、見てみてください。全然違うチュートリアルね、そこでやってます。であともう一つ、イラストレーター iPad 版で使える、テンプレートっていうのを3つ配布しています。これも Adobe さんから配布してるんですけど、私が作ったやつです。でそれも概要欄の方にですね載っけておくので、そういうテンプレートを使ってデザインとかをね作ってみたいっていう人はぜひ私のテンプレートをダウンロードしてやってみてください。ということでこの3つ要チェックという感じなんですけど、このイラストレーター iPad 版、初心者の人でも簡単に使えるようになります。で、今までイラストレーター使ったことある人も、ちょっと新感覚のイラレという感じで使っていただけると思うので、本当に誰でも楽しめます。ぜひこの動画見ながらですね一緒にやってもらえると嬉しいです。はい、じゃあイラストレーター立ち上げていきましょう。で一番初めですね、新規キャンバスを作っていく必要があるので、左下にですね新規作成のボタンがあります。これを押してください。でそうするといろんなキャンバスサイズがあります。上部のタブ見てもらうと印刷とかスクリーンとかイラストとかあるんですけど、今回はスクリーンの中にウェブ台っていうサイズがあります。1920×1080 のサイズですね。これでやっていきたいと思います。で、画面上にはですね左側と右側にたくさんボタンが並んでます。左側がツールバー、右側がタスクバーと言います。で左下のところにこの丸いボタンがあるんですけど、これタッチショートカットと呼びます。で今回はですねちょっと簡単なところからやっていきたいと思うので、図形ツールから紹介していきます。図形ツールはツールバーのところの真ん中くらいですね、ここタッチしてもらうと四角形だったりとか丸とか三角、あと星とかが簡単に作れます。もう本当にこうやって図形ツール選択して画面をApple Pencilでドラッグするだけで簡単に作れます。で三角形に関しては作った時に右側にこうスライドできるバーみたいなのがあるので、これスライドしてもらうと三角形から、五角形六角形とこうね角を増やしていくことができます。で色を変えたい時は図形をタッチしてもらって、左下のところですねここにカラーボタンがあるので、これを選択して色を変えることができます。カラーホイールになっているので、この周りのですね円をぐるぐる回すと色を簡単に変えれます。で上のタブのところを見てもらうとグラデーションっていうボタンがあるんですけど、それ選択すると簡単にですねこんな綺麗なグラデーションを作ることができます。でグラデーションの角度だったりとか色も簡単に変えれます。色を変えるときは変えたい方の丸いボタンをですねポチッと選択してもらって、カラーピッカーをこうぐるぐる回すと綺麗に変えることができます。でサイズ変形なんですけど、形変えたいときはバウンディングボックスをですねApple Pencilか指でこうタッチしながらドラッグするとサイズ変形できます。で、縦横比をですね固定したいときは左下のタッチショットカットを押しながらApple Pencilでドラッグしてください。そうするとですね綺麗な正円のままサイズを小さくしたり大きくしたりすることができます。で戻る操作なんですけど、2本指です。2本指で連続タッチしていくと1個前の動作にどんどん戻っていきます。デスクトップでいうコマンド Z ですね。
で逆に3本指でタッチしていくと新しい状態にどんどん進んでいきます。2本指が戻るで3本指が進むです。はい、じゃあここから幾何学模様を作っていきます。まずですね、楕円形を真ん中に作ってもらって、それ選択すると、下の方にですねボタンがいくつか出てるの分かると思います。でこれ共通アクションというんですけど、作業を効率的に早く進めるためのボタンみたいな感じです。いちいち左右のツールバーを触らなくてもここを使うだけで早く、操作ができます。例えばですね、右から2番目の複製ボタンっていうのがあるんですけど、これ選択すると、簡単にですね同じオブジェクトを複製することができます。で次、塗りと線の色を変えていきます。カラーボタンの真ん中のところに矢印があるんですけど、それを押すと、線が青色になって塗りが透明になります。なので線に色をつけた状態でサイズを少し大きくして、一番最初の楕円形の上にかぶせるように配置してください。で線の太さを変えたいときはタップしてもらうと、下の共通アクションのところに線の幅を変えるところがあります。左から2番目です。これタッチするとこの線の幅太さを簡単に変えれます。で移動させたいときは左上のツールバー、一番上が移動ツールなんですけど、これ選択してこうやって移動させることもできるし、もしくはちょっとつかみにくいオブジェクトとかがあるときは、下の共通アクションのところにもこの十字架のところですね、これ移動ツールなので十字架のところを選択しながら移動させることができます。ちっちゃいオブジェクトとかをね掴むの結構難しかったりするので、その時はこの共通アクションから、移動させてください。で次ですね、新しくピンクの円を作ってこんな感じで重ねてみます。で重ねた時のレイヤーの順番はレイヤーパネルのところ、右側のレイヤーパネルのところで変えます。今現状ピンクの楕円が真ん中にあると思うんですけど、それをですね長押ししながらギュッと下に持っていってください。でそうすると一番向こう側に移動したのが分かると思います。逆にこれ一番上に持っていくと手前にピンクの円が配置されるというような仕組みになってます。でこのレイヤーパネルでやってもいいんですけど、共有アクションのところにもレイヤーの順番を変える項目があります。こうしてスライドするだけで一番手前に来るか一番奥に行くかっていうのをですね変えることができます。で次、描画モードっていうのを変えていきます。描画モードはですね、右側のプロパティパネルを選択すると、ここに塗りの色だったり線とか、あと不透明度をですね、こう透明になっていくのとかもね、変更することができます。で、ちょっと上のところに描画モードっていうのがあるんですけど、これを変更すると、重なっているところの色をどういう風にブレンドするかっていうのをですね、変えることができます。例えばこれ定山っていうのにしてみると、重なったところの色が濃くなって混ざったような感じになると思います。他にもオーバーレイとかハードライトとかね、焼き込みリニア、焼き込みカラーとかいろいろあるので、この辺はちょっといろいろ触ってもらって自分のいい色のね配色を見つけてもらえるといいと思います。で次、四角形を使ってひし形のデザインを作っていきます。四角形作って簡単に回転させることができるので回転させます。で同じオブジェクトを複製ですね。でこんな感じで下の方に持っていきます。で色を変えたいんですけど、色を変えるときは、カラーピッカーのところにスポイトツールっていうのがあります。スポイトツールを選択して任意の色のところにこうドラッグしていくと、そこの色をピックアップして色をね簡単に変更することができます。
で、次、グループ化ですね。複数のオブジェクトを一つにまとめるっていう方法なんですけど、まずグループ化したいものを全部こうやって選択します。で、下の共通アクションのところにグループ化っていうボタンがあるので、このグループ化を押すと、このバラバラだったオブジェクトが一つにまとまります。で、レイヤーのところを見てもらうと、グループっていうのが出てると思うんですけど、で、グループを開くとね、ちっちゃいオブジェクトがいくつも重なってるような感じになるんですけど、まあ、このグループ化にしておくと移動させるのが便利だったりとか、サイズ変形とかさせるときも簡単にすることができます。で、もしこのグループの中のオブジェクトを変形させたいときは、ダブルタッチしてもらうとこんな感じで中のオブジェクトを一個一個触ることができます。いちいちグループ化解除してから触るんじゃなくて、ダブルタッチしてその中のオブジェクトを変更するようにしてください。で、次、リピートグリッドっていうすっごい面白い機能も紹介していきます。まず何でもいいんですけど、ちっちゃい楕円を1個作ってください。で、作ったらその楕円を選択して、右側のタスクバーの一番下、リピートボタンっていうのがあるので、これを選択すると、リピートラジアル、リピートグリッド、リピートミラーっていうのがあります。で、今回はこの一番上、リピートラジアルっていうのを押してください。で、そうするとさっき作った円がこんな感じでこう沿うようにですね、配置されて、お花みたいなのを簡単に作ることができます。で、右側のスライダーを上下にスライドさせると円の数を操作できるし、ダブルタップするとですね、1個の丸をですね、こう動かしただけで他のやつも同じような動きをしてくれるっていう面白い機能です。で、これがリピートラジアルっていう機能ですね。もう1個、リピートグリッドっていうのも紹介します。で、同じようにですね、一番最初円を1個作って、右側のリピートボタンからリピートグリッドを押してください。で、そうすると、さっきのラジアルとは違って、上下と、左右ですねに水平垂直に並んでいきます。で、ちなみにリピートグリッドは左右上下ずっとひたすら並べることができます。で、このプロパティパネルの下の方を見てもらうと、グリッドタイプっていうのがあるので、これをですね、切り替えると、この楕円の並び方をですね、テレコにするかそうでないかっていうのを変えることができます。パターンとか作りたい人は、もしかしたらこれテレコにした方が綺麗に見えるかもしれないので、これはぜひ使っていただけるといいと思います。はい、じゃあここから仕上げに入っていきます。テキストツールを使って真ん中にテキストを入れていきます。で、テキストは基本的に、右側のプロパティパネルっていうところから操作していきます。ここですね。このプロパティパネルの下の方に行くとですね、フォントを変えたり色を変えたり、あとは、行間を揃えたりすることができます。で、文字の大きさはですね、この文字サイズ変更できるところをスライドするか、共有アクションのところにも、あります。ここをスライドするだけで簡単に文字のサイズを変更することができます。で、これ行間も同じです。行間っていうとは文字と文字の間のスペースどれくらい空けるかっていうのなんですけど、これも、プロパティパネルで変更することもできるし、この共有アクションで変更することもできます。で、最後、画像を貼り付けていきます。画像を貼り付けるときは、写真タブのところからカメラロールを、参照することができるので、そこで自分が好きな写真を、選択してください。そうするとこんな感じで貼り付けられます。で、今回やりたいのは、真ん中の円あるじゃないですか。ビーインシェイプの円の中にこの画像を入れ込みたいので、その時はちょっと違うやり方でやる必要があります。で、その時はまず最初にこのオブジェクトをですね、一回選択して、その状態で写真から、さっきの写真を選択すると、こんな感じでこの円の中に画像がこう入れ込まれたようなね、感じで配置することができます。で、もちろんサイズ変形も後からできるので、こんな感じで女の子をですね、真ん中に配置して完成になります。で、このデザインに関しては本当に図形ツールとリピートグリッドと、あと写真ぐらいしか使ってないので、本当に誰でもできるチュートリアルなので、ぜひ皆さんもね、やってみてください。